はいどうも、ナミオリです。ビカマレジェンド続きやっていきましょう。はい、今回ですけども、FA コミュニティシールド、チェルシー戦、そしてプレミアリーグ開幕戦のアーセナル戦に試合やっていきたいと思います。はい、今日ね、チェルシーとのコミュニティシールド。まあ、このね、チェルシーとの一戦で、まあ、最初のね、今季初タイトルかかるわけですけども、まあ、前回ね、FA カップでね、チェルシーにね、2-1でボコされて、3冠の夢ね、叩いちゃいましたから、まあ、なんとかこれね、チェルシーに借りを返して、今シーズンね、いい形でスタート切れればね、今季4冠もね、狙えると思うんでね、まずは FA コミュニティシールド取って、まず初タイトル決めて、リバプールのね、クラブのね、価値をどんどん上げていきたいと思います。スタートの今日引き続き大サイドのスタメンだね。このシーズンのメンバーなんかあんま変わってないですね。ビニシウスも右で入ってきてるし、でもサラがやっぱそろそろ限界で35、今年5に入るからね、ちょっと年齢は厳しくなってきてると思います。これはで、チェルシーに関しては今日3トップアザール、ジルー、フロリアンかいますね。なんか前回もチェルシーそんな強くないと思ったんだけど、やっぱ強かったからね。なのでちょっとね、まあでも前回負けた悔しさみんな持ってると思うんで、ここでね勝って苦手チェルシーね倒して、なんとかね今シーズン CL そしてプレミアね取っていけるようにやっていきたいと思うんで、まずチェルシー戦ここ戦っていきたいと思います。さあ、ウェンブリースタジアムです。チェルシーとの FA コミュニティシールド。まあタロはね、前回ねワールドカップでベスト16で終わりまして、まあねリバプールに帰ってきたわけですけど、まあちょっとやっぱワールドカップは厳しいですね。やっぱチャンピオンズリーグ並み厳しいから、やっぱりあの舞台でやっぱり太郎は結果をどんどん残していかないと、ね、やっていかないとダメですね。太郎今シーズンから10番を背負っております。なんかチェルシーね、もう今まで勝ってないんですよね。全く勝っててないの、ね、今までね。いやー、リバプールこれだけのメンツがいて、前回てか昨シーズンさ CL ね全然勝てなかったからね、なんとかこれはね本当に CL なんとかしたいんですよ。本当にこの人ですよ。もう期待かかるのはマジで、この人がなんかしないと本当終わります。ワールドカップでもね、代表でもクラブでもそうだよね。さあ、まず今シーズン初めてのタイトルかかります。ここで勝たなければ今シーズンちょっとヤバいスタートになるでしょうね。これはね、アラーソとジェラードのちょっと守備力はちょっと上がってこないと困る。多分 CL でも勝てんよこれ。さあ来たよ、ジルー来たよ、シュート。まあやっぱ代表とはわけが違うね、強さは全く、うん、アザール来たよ来たよ来たよ、アザール来たよ、左足が来た、アリソン、よし、アザール、ジルー、やばいよ。チェルシーは結構メンツ的には強いからね。やばい、ジルー来た、右足、あー決まった、ジェルー先制、ジェルシー。やはりリバプール前回とあまり変わんないな、これ流れはな。やっぱダメだね、チェルシーね。ジルーこれ転生だよ、これ転生してるチェルシー、ジルーね、なんでこれ止められないのこれ。あー、やっぱりダメですね今シーズンリバプール。ちょっと昨シーズンひどいことになりそうよ、このままだと。これ真ん中の守備だね、シャビアロソとね、チェンバレンじゃこれダメじゃない。これジュニオール、アーノルドからトーレス、トーレスから来たよ、タロ来たよ、タロ来たよ、早く来たよ、右足コントロール打てシュート。出してもこれなの、ナイスよ、トーレスよく立った、いけいけ、ジュニオールいけ、ミニシースシュートはタロ決めろ、出せ、そう、シャベロソナイス、トーレスからミニシース、そっちか、出せ、ロバス出せ出せ、タロ打て、タロ打て、右足はシュート。出せ出せ、こっちです、そう、出してトーレス、よし、タロ来た、タロ来た、入って、タロ右足のシュート、アセフセーブ、そう、トーレス出し、出した、チェンバレ出して、トーレス、トーレス出せ、そう、タロ来た、はい、打て、右足はチェフ、いけるか、トーレス、トーレス、タロ、よし、タロ来た、タロ来たよ、ニア決めろよ、タロ、うわー、なんで、やばいよ、アザールはやばいぞ、これ、おいよ、行かれた、行かれた、まずい。右足アリソン、左手セーブ、本当にこれは、あー蹴って蹴って、よしよし、トーレス来た、トーレス決めろよ、もう決めろ、トーレス決めろよ、右足を、タロック開いてください、蹴って出せ、そう、よく出した。さあトーレス3、トーレス3だが、タロー、これワールドカップで見せたスピード見せつけろ、タローのスピード、スピード、右足はシュート。じゃあローそこ出せ、そっちか、ロングボールもいらねえんだよな。でもタロ来た、チャンス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 よ。ランパードはもうスピードないか、おっさん化してる。さあ、じゃあトーレス、お前飛び込めよ、それ、そう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 、トーレス出す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 、トーレス出して、ここだ、そう、ナイス、はい来た、タロ右足、よーし、来たー、同点リバプール、ナイス、タロ決めました、今シーズンリバプールで初ゴールです。来ました、さあ弓矢ポーズ、よしよし、これですよ、やっぱ太郎がね今シーズンね怪我しない分は太郎が決めなきゃいけない。昨シーズン怪我したからね、昨シーズン怪我したもここで存分にね取り返さなきゃいけない。これはね、やっぱビニシウスとトーレスとね関係性良くなってますよ。太郎はあとここの得点力を把握するだけ。さあジル、よしよし、ロバソン、ロバソン、バカ、おい、ロバソンって見かけしろ、本当にケイタから、うんうんうん、ミニシエス取った、ミニシエス取った、ミニシエス行け、誰だこれ、タロ来た、タロ来た、はい来た、右足、よし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 来た、タロ逆転、
点素晴らしい。 FA コミュニティシールドナイス。この人が今シーズンリバプール引っ張る。コーチーノから受け継いだ10番をこの人が引き継ぎます。これ今シーズンやっぱチェルシーはね、本来リバプールの力出せればそんな勝てなくないですよ。前回もね FA カップ勝てたもん絶対。これで勢い乗れるぞリバプール今シーズン。銀髪のタロがやってくれるよこれは。うん、ここでねトーレスかな、トーレスじゃないか、勝ってビニシエスがこれね折り返したボールがたまたまタロにとって、これは決定力抜群タロ。チェルシーもなたまたまだったんですよ前回。ここで決められたら終わりだけどね。おいおいバカやってんじゃねえおめえら本当に、もう心臓に悪いお前ら本当に。これ来た来たタロ来た来た、チャンスチャンス来た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 、トルストルス挟め、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 挟め挟め挟め、そうないトルス挟んだ、よしタロ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 、よっしゃ来たタロ来たよ、決めろタロ決めろよ、右足はあーチェフ止めた、そうでケイタフォーデン、タロ来たチャンス行け、トルス来た右足、あーそっちじゃなかったんだけどスルーパス、アザール来るぞ、ジルフリージルフリー、もう PK やだよ、めんどくせえから本当に。おいおいアロース、なんでこれフリーなんだよバッカ、ほんとアリソンやばい、よーしナイスアリソン、トルスマイケ、トルスマイケ、まだトルスいけるだろ、よしトルスよかったよかったよかった、トルスよしよしよし、メリシース、トルス出せ出せ、裏裏、よーっしゃ来た、タローのスピードシュート左足、うほほほ、アロス出せ、アロス出せ、そう出せ、そしさあクライチェフクライ右足、いやーなんでこれ拾われるかわかんないね。アザール来るぞ、やばい裏空いてる、ジルが空いてる、やばい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 よ、よしよしアリソン神だな。ここでもカウンターよ、カウンターも行ってんよこれは。ヘリングおい、なら抜き切ってねえなこれ、何やってんのお前アリソン、お前おアリソンてめえいい加減しろと、アリソンてめえ、おおチャンスよ、チェフアウト蹴るだけだからもう、よしよかったよかった、よし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 、出せ出せこっち出す、ケイタよし来た、タロ来たよ、はい来たタロ決めろ、ニアシュートー来たー、タロハットトリック来た、ナイスです、とどめの3点目、この人ですよこれね、この人が今シーズン CL プレミアまた優勝に導くのか、これはもう CL 優勝するのもこの銀髪にしたね意味合いがありますかねこれねいやもうカウンターもリバプールですよこれ、もうお箱のカウンター炸裂すればもうタロはここにね、もう得点取れる位置にいますからこれはね、もういいよやめてよ本当に、もうもう変なしていらない、やばい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 、アリソンやばいやばい、おおアリソン救ってんなく、何歩救ってんのマジで。さあこれ取れれば今シーズン1冠目よ、まずはさあ入ってきて、やばいヘリンゲー、チェルシー1点返してきた、フロリアン来ました、でももう時間ゲームオーバーです。これはやっぱり昨日よりもやっぱリバプールあんだよな、 CL もこれ昨シーズンねありましたからね、昨日よりも終わる、もう終わる、もう終わる、終わる、よーし勝った、 OK リバプール今シーズン初タイトル獲得、やっぱりタローの力がねありました、やっぱワールドカップでもその勢いそのままだね、やっぱね、やっぱ大事よ積み重ね、大事、ワールドカップの積み重ね、それが来てんのここにね。あとはもうこのもう FA コミュニティシールドもいいから、もう FA カップとあとプレミアと CL それだけは本当取れるの、今シーズンもそれだけでは目に見えるタイトルはね。でもタローもタイトル獲得ね個数結構いいね、多いんじゃないもんね、結構獲得してるもんね、ブンデスも取ってるしさね、ポカールも取ってるしね、プレミアも取ってるし、あとはもう CL なのよ、 CL とプレミアの栄光を味わうだけなんですよね。もうそこ取れればもうタロはもう満足いくシーズンですよ今シーズンは、それ目指してやっていきたいね今シーズンは。さあまず今シーズン1回目取りました、まずこっからよ本当に、これは序章に過ぎないんで次のプレミア開幕、そして CL の制覇につなげていきたいね。さあ今度はアーセナルとの開幕戦です、プレミアリーグ。まあコミュニティシールドの ね得点力発揮できればタロは全然ねプレミア今シーズンまだ全然いけると思いますよ。でアーセナルに関しては今日ベルカンプ、マルティネッリ、ブカヨ、サカ、3トップいますね。まあでもアーセナルはまあね勝ってるんでね、昨シーズンも勝ちまくってるんで、まあそこまで怖くないんで本当にね、アーセナル相手になんないんでね、プレミアビッグ6からも除外ねされそうですから、なんとこう開幕戦勝ってリバプールはもう3連覇に向けて発進するだけ、それだけです。さあプレミアリーグ2シーズン目ですね開幕、まあ昨シーズンね怪我ねあっても17点決めれましたから、もう今シーズン30点ですよ絶対、そこ到達する勢いでやっていければいいと思う。さああと太郎はね残り2シーズンですよ、もう2シーズンですね、ビカンマもやるとしても、あそこの2シーズンでタイトル取れるのか、 CL とねプレミア何個取れるのかね、そしてまあ次の行くチームのリーグも取れるのかということですけどもね。さあこのビカム終了まで残り2シーズン、これあと何太郎あと何ができるのか、これはね残り2シーズンでたらないですよ、残してさ太郎のスピード発揮されて右足のシュート、さあビニシエスはどこまで進化を発揮できる、この残りシーズンでトーレスがヘアをシュート、ビニシエスこれ綺麗よ、よし切った切った前行こう、トーレスナイス、トーレスナイス、いけトーレス、よトーレスいけトーレス、よしトーレスいった、はい決めた、トーレス、トーレス決めた、シュートネープ、結果的に上げてくるから、これは来たよベルカンプ、おい、いいよいいよ悪くないよ悪くなくて、さあ取り行け、取り行け、いやーなんで来た来た、チャンスチャンス、トーレストーレス出す、トーレス出す、ナイス来た、トーレス来た、
右足来たー。ただプレミア開幕後素晴らしい、トーレスのワンツー素晴らしかったね今な。これですよ弓矢さあ、ファンの女性ファンの心打て今よかったね今のワンツー。これですよトーレスのもうねコンビネーションも完璧、も連携はあとこれシールで出せればいい。こういううまかったでしょこれは、トーレスヒールでさ、もうこれですよねトーレスのこの呼吸。石田からマルテネリ、そんな強くないって、強くないって左足アリソン、タロ取ってよ、取ってるよタロ取ってるよ、サイドサイド来て、さあタロ来た、さあジェラード、うおいいよジェラードそこよ、いいよタロキープで剥がして、そうナイスで、これでビニシウス来て、さあビニシウスか、えいタロ、そうよビニシウスこれ取れるか、ビニシウス取ってナイスナイスタロ取って、よっしゃはい来たタロ、タロ来た、はい来た、右足シュート来た、よっしゃタロプレミア2点目です、ナイス、この人今シーズンこそ爆発できるシーズンですこれは。いやもうキーパー出てきてもあの落ち着きがあるからねタロね、これですよね、もうもうゴールを決めるねこの冷静さ、これはもうね今シーズン磨かれると思います、さらにねこれは素晴らしい。あーロス捉えたね、捉えてやばい、左手よまずいよ、よく来たよ、アリソン止めるか、アリソン止めるか、おーアリソン危ない、全然負ける、負けやしねえもんこれ、よしよしよし、ファールじゃねえ、ファールだろこれ、トーレス右足が来た、ほほキックフェイントでなんとかして、タイよもうお前ら本当にアーセナルてめえらもう弱小だよ、もうレスターより弱いよお前ら、ダメもう。さあ太郎ここでワールドカップでも見せてたフリーキック、これで決めろ太郎、決めろ決めろ、わーポスト、エリオット出せ、ナイスナイス、タロ来た、はい来た右足、よっしゃ来たー、タロハットトリック来ました、ナイス、これですよこの人、この人の得点力まだ収まらない、これは開幕戦からハットトリック、これはマーセナルもそんなもんダメですね、ビッグシックスからもう除外だよ本当に、ビッグシックス呼べるほど前では強くない、もうタローは今シーズンパワーアップしてるからね、バールドカップ終わってからやっぱ右のねハーフが持ってからこのタローが中に入ってきて、このシュートっていうのがねお決まりパターンになってきてるね、カウンタートレス、よーし勝った OK、 プレミアリーグ開幕戦勝利で素晴らしい、ハローのハットトリックで勝ちました、あともう誰だね、シティとかそこら辺にも勝てばいい話ですよ、もうプレミアも3連覇もうこれはもういけますねこれね、リバプールの今の強さだったら、あともシエルだけですよ、シエルどこまでいけるかこれは、はい OK 勝ちました3対0、うん、まあ、今シーズンはもうリバプールの独走になるんじゃないこれは、マユとシティをかわせば全然いけると思うよ今シーズンは、だからもう3連覇はもう確実と捉えてね、シエルにちょっとステを振りたいと思います。さあヨーロッパ年間最優秀者またも太郎選ばれましたね、これ2年連続受賞かなこれは、ヨーロッパではもう確実なんでね、もう世界最優秀の時にどんぐらい、あバロンドールでね、バロンドールをまた取れるかですね、昨シーズンはあれですねトーレスだったけど、そこをねトーレスを抜かして取れるかって感じですねこれは、あー太郎負傷したな、太郎結構削らせたもんなアーセナル戦で、まあ5日だからまあそこまで優勝ではないっす。じゃあちょっとチャンピオンズリーグの組み合わせ見た、あの決まったんでちょっと見てみましょうか、グループステージ、リバープールはアトレティコ、スパルタク、モスクはミッティランか、あれだね昨シーズンも厳しかったんじゃないですか、アトレティコと、アトレティコと結構当たんなこれな、すごい当たるね、でグループ A 見てみましょう、チェスカ、ユーベ、PSV、パオクでグループ B、バルサ、マイエ、モナコのティラン、あノアシャだノアシャだね、グループ C、シャフタール、ドルトムント、シェフ、セルティック、ディアムザグレフで、グループ D、ロコモティフ、モスクワ、トッテナム、バレシア、スポルティングリスボン、でグループ E、パリサンジェルマン、シティ、ポルト、トラブゾンスポル、グループ F、ベンシカ、レアル、レバークーゼン、オリンピアゴス、グループ G、ミラン、アヤックス、アンデレフト、ヤングボイスって感じだね、まあそこまで今シーズン今季もそこまで厳しいグループじゃないんで、ベスト16からかな本番は、まあ昨シーズンチェスカ優勝してるからね、ちょっとそこチェスカ本当に上がってくるかわかんないですけどね、ちょっとチェスカはもしかしたら当たるかもしれない、そこ警戒してね、まずはグループステージ突破決めていきたいと思います。はい、ということでね、まあ今回ね FA コミュニティシールドも取れてプレミアリーグ開幕素晴らしいスタート切りました、まあタロがほぼ決めてましたよね、だからねタロ以外の得点がねないとそろそろまずいんですけども、で次ちょっとリール戦で、ね、裏でやろうと思ってたんですが、タロ負傷しちゃったのでこれはなしということで、次はグループステージですね、チャンピオンズリーグミッティラン戦からやっていきたいと思います。まあもうチャンピオンズリーグはもうグループステージそこまでやんなくていいかな、もうね皆さんももう決勝トーナメントから本番になってるのも分かってると思うので、まあグループステージはもう開幕とあれかな、グループステージ突破決まる試合だけにやればいいと思います。まあできればこのスパルタクモスクワ戦で決めれればいいですよね、早めにもう決めちゃってね、もうプレミアにも集中したいので、なるべく早く決めて決勝トーナメントからねちょっとね、あのCLは本格的にやっていきたいと思うので、はい、まあ次回はね、あのミッティランね、まだ開幕ゲームですけどまだ分かんないでね、ミッティランも1数なので、なんでこれ勝って次回に CL しっかりねスタート出し切れればいいと思います。はい、という感じで今回ここまででご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。 See